はい、おはようございます。カッティエシーリージンです今回の話は NHK でやっている「チコちゃんに叱られる」っていうナイティナインの岡村さんが出演している番組があるんですけれどまあその番組にあのなんかマナー講師の平林美和子さんという方が、まあ、出演していてですね 結構あの怖い方でなんか鬼鬼のなんかマナー講師って言われるぐらいなんですねまあその方が炎上してですねなんかこの番組のスタッフの女,女性スタッフになんか怒ったんでしょう怒ったっていうかまし、あ、叱ったんでしょうねはいまあそれであのそのスタッフさんがですね号泣していたみたいなんですね、はい、なんか下を見るなとか 言ってですね。泣くなとか言って <laughs>。それであのなんかそのスタッフさんが。まあ、かわいそうでならなかったみたいな。なんか同情されていたところが <laughs> あったようなんですね。はいまあ、なんかあのこのマナー。講師はですね。なんか他にはまああの？ いあ「いただきます」は「家で言え」とか <laughs> あのあのなんか外食の際は「頂戴いたし頂戴いたします」やろうって激怒したみたいなんですね <laughs> はいまあこの方はねこういう方なんですよねはい <laughs> <laughs> まああのあのまあ僕だったらちょっとね 喧嘩になるかもしれません。<laughs> は,いはい、も <laughs> う喧嘩になるので <laughs>。あの <laughs>？あの <laughs>？こういうしこういう方に教えられたくないですね。はい。もうなんか、それでなんかあんたが義変気分が悪いという。もうそれでもう批判殺到までねされていてですねああ。あま批判殺到されても仕方がないなっていうのはやっぱありますね。はい。 ごめんなさいね。その瞬間は、この動画にはありません。はい、ごめんなさいね。この動画にはないので。はい。まあ、見たい方は Twitter か YouTube かに上がってるので、まあ、そちらでもご覧くださいね。はい。待、まあ、てなわけで、今回の話はですね、あの、チコちゃんに叱られるという番組に、鬼講師の、鬼講師じゃない、ごめんなさい。マナー講師のですね、平林美和子さんがですね、 あの、スタッフの女性を泣かしたっていうことで、まあ、その瞬間ですね。はい、その話でした。<laughs> ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。